皆さんこんばんは、えななです。今日はこちらのミニサイズのお裾分けファイルを作っていこうと思います。折り紙で結構ちょっとしっかりめのお裾分けファイルになっているんですけど、こんな感じで2ページ、中は2ページで、一応ペーパークリップなんですけど、この中にも入るような仕組みになってます。ページ自体もちょっと丈夫な感じになってます。こちらを100均の材料だけで作っていきますので、よければ最後までご視聴お願いいたします。必要な材料はこちら、セリアさんで購入したんですけど、ホワイトカード、はがきサイズのものであれば大丈夫です。こちらを使ってはがきコラージュとかされたりとかする方は結構たくさんお持ちだと思うので、ちょっとこちらを使っていきます。たくさん入ってるので使っていこうと思います。と折り紙、あと切れ端とかもあると結構便利です。それでは早速作っていきたいと思います。サイズはまず横向きにして7センチずつ2枚カットします。でこういった感じで残りが待ちで作っていきたいと思います。でまず表紙にしたいデザインのものを今回もこちらのトゥインクルガーデンさんの折り紙を使っていきたいと思います。デザイン的にはこの2種で1セットです。こちらとこちら、こちらはリボンとレースの2種です。そして、こちらを表紙にしていこうかな。で、表紙にしたいデザインで、表紙側ですね。表紙側のデザインを左側ギリギリに貼ってこう貼ります。ちょっと上を開けて片方はギリギリに、左側がギリギリになるように貼っていきます。で3辺を両面テープで囲んで、余分をカットします。で今こちらが余白があるんですけど、これですね、こちらが表紙として、でこれに合う折り紙のもう1枚、切れ端やそういったものを持ってきて、で先ほどのこの余白ですね、このいや待ちです。
まず、長さはこの長さで合わせてカットしたいと思います。で、ここから出したい幅ぐらいですね。 1.5 ちょうど 1.5 あるので両面テープを貼ります。そしたらこちらの表紙の、余白がついてない方、ギリギリラインのところの方を 1.5 センチだけ貼ります。で、この時に四角くなってない方がいい方はもう先にパンチで、で、この線に合わせてこうですね、こうなるようにぴったりのところで貼ります。で、貼れたらこちらを少し隙間を空けて貼ります。で、ここ同じ隙間分ほど空けてまた 1.5 センチの両面テープを貼ります。ちょうど1センチぐらいですね、間が。で、カットします。で、先ほどパンチで抜いたのでこれもパンチで抜きます。で、また、表紙のデザイン、これをこれですね、折り紙、ぴったりでこう貼りたいと思います。で、このぴったりのところに合わせれば、合わせて貼れば大丈夫なので、こちらの残りのカードを貼ります。カードの周りを両面テープで貼って余分をカットします。簡単に言うと、切れ端を4センチ分ぐらいですね。これ今抜いてるのでちょっと短くなってるんですけど、実質4センチの切れ端をこの縦の長さより1センチ足した切れ端を準備していただいて、そのど真ん中に貼る。で、端から 1.5 センチ、両面テープを貼って、折り紙を左右つけていただければいいかなと思います。ちょっと折り紙1枚じゃちょっと囲めないので、それで、こんな形にしております。あとは、カード処理をしてくるんでいきます。で、こういった感じで土台の完成です。で、なんかページもちょっとカードを使っていこうかなと思ってます。で、縦はこのままでいいので
横ですね。横は今7センチでカットしたので、6センチでカットします。今回ちょっと2ページつけようかなと思うので、2枚。最初のページをつけていきたいんですが、とりあえず余白を全部残して貼っていきます。こんな感じで、で今1ページ目をやっていくんですけど、こちら側なので上と下と右になるところは5ミリで大丈夫です。で同じように角処理をして、5ミリのテープをつけているところだけ、折り返して貼っていきます。でこういった感じで、でこれをもう1枚準備します。でこちら2枚今できたんですけど、裏面にしたいデザイン、横幅は8センチでカットします。さてはこの台紙よりも5ミリ長めに 10.5 でカットします。で、こちらと対になるので、この右側に5ミリ折れ線をつける、下側に折れ線をつけます。この角っこだけちょっと切って、両面テープでもボンドでもいいんですけど、まずここを貼っていきます。でこうした時に下この部分ですね、カード部分までを三角にして角を処理します。で同じようにボンドをつけて、で貼ります。でここはつけ
けなくても大丈夫、ボンドとかつけなくても大丈夫なんですけど、反対側にこう折っておきます。でちょっと三角、こちらも同じような感じで、今度は反対側なので、こちら側が5ミリ出るように、まず8センチほどカットしていただいて、ここ、のりしろ部分がある方に折れ線をつけます。で、縦はこのカードですね。このカードの大きさで折れ線を。で、ページにしたい感じをこうつけていくんですけど、こちら側、中心に入る側ですね、は5ミリもないぐらいでカットしておいた方がいいです。一応ちょっと5ミリでやってもちょっと大きいかもしれない。この中のポストカード、はがきサイズのものを、の右から1、2ミリずらしてですね、余白が空く感じでぴったりと合わせて、こういった感じで貼ります。やっぱり長いです、ね、これはちょっと薄いのでこのまま貼りたいと思います。で、
な感じで貼ります。で今度はこちら側はほんとちょっとでよかったです。こんな感じで、で先ほどと同じようにちょっと見えなくなってしまったんですが、ここが曲がりだとすると、曲がりよりも中側で貼ります。しっかりこう貼っていただいて、この溝もしっかりと。こちらやってなかったですね。溝のところをしっかりと入れ込んで、あとはこの部分だけ貼るだけです。こういった感じで、たら上からのポケットもできるので、で最初カットした残りのものが多分収まると思うので、こちらを使って感じで、あとはポケットとかそういったものをつけていただければ手軽にブック型のお裾分けファイルの完成です。でこれであればその練習としてもやりやすいんじゃないかなと思って、でトゥインクルさんのペーパーは割とその上下があまりないんですよ。一見ありそうに見えるんですけど、このハートとかもランダムで、でリボンもランダムで、どっちでも見やすいような感じになってるので、かなり初心者さんにはおすすめなんじゃないかなと思います。ちょっと定規があるとちょっと貼り間違えたりとかそういったものがあるので、間違えたとしても違和感なく済むかなと。あとはこういった余りのペーパーとかでポケットをつけたりとかしていくだけです。結構しっかりめのファイルになるので、でここもポケットとして活用できる。でちょっと難しいなっていうことであれば、ここをポケットにせずにこうぴったりと貼って余白だけ残す、そういった形でやっていただければ、のりしろ部分を作ったりとかしなくていいので、もっと手軽かなと思います。サイズ的にもちょうどいいので、このホワイトカードおすすめです。もしご自宅で眠ってたりとかしたら、折り紙とかで手軽に100均のもので作っていただいたら、かなり練習にはなりますので、このぐらいがちょうどやりやすいかなと思います。ぜひぜひ作っていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で。